少子高齢化という大きな課題がある反面で、ただ経験のあるシニア層の方たちがたくさんいらっしゃるという見方もできる。そういった観点で考えていったら、子どもたちがたくさんのシニア世代からさまざまなことを教えてもらえるような、そういった環境が整っているということだと私は理解しています。文化的なことや伝統工芸だったりだとか、さまざまな趣味だったり、核家族化が進む中でシニアの世代との接点が少なくなった子どもたちにとって、そういった方たちとコミュニケーションを取るということだけでも非常に大きな価値があると思うんです。力を持っているシニア層の方たちに活躍の場を提供し、子どもたちにはそういった方たちから学んでいただけるような、そういった仕組みをこれから進めていきたい、こういったことを約束していきたいと思います。田中陽次郎、横須賀最高。